こんにちは、カヌです。今日もですね、オリジナルタオルを作ろうと思ってるあなたに向けたワンポイントアドバイスですね。これをですね、していきたいと思います。で、このオリジナルの、タオルを注文するときの簡単な方法ですね、どのように入稿して、どのように作っていったらいいんだろうと、一番初めは悩むところなんですけども、これの説明をね、させていただきたいと思います。私どものね、この後に出てます、会社の社名からあのアドレス拾っていただいてもいいですし、この動画の下にも入ってます。このアドレスからですね、入っていただいて、トップページからも入れます。あの入稿データのテンプレートっていうのがあるんですね。そのテンプレートの上に貼っていただいて、送っていただくというのが一番簡単な方法です。ただまあ、今もう実はこんなデザインがあって、こんな風に作ったんですよということであれば、まあ一度ね、送っていただいて、でそれに対して、こうやった方がいいとか、こうやったら時間短縮できますよという方法は私ども説明させていただきますので、どのようにやったらいいかというのを、ね、お教えしますので、それに合わせてですね、もう一度作り直していただく、あるいは私どもの方でも当然できるんですよ。なのでその辺、電話でやり取りしながらやっていくというのが一番簡単な方法になりますので、まずですね、お問い合わせいただくと、これがまあ間違いない方法かと思います。よろしくお願いいたします。